さんこんにちは、久美かなえです、今すごく大変な時期ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。テニスができない日が続いちゃって日常が少し乱れてると思いますが、これからもテニスができる日が来ることを楽しみにいろんな準備をしていってください。私は今家でコラムの執筆をしたりしています。で、夜はしっかりお風呂に入って30分のストレッチを心がけています。ストレッチをして血液を巡らせるようにしてください。リラックスをしてたくさん寝れるように心がけてほしいです。皆様の元気な姿をまた見れるように私も健康維持に励んでいきたいと思います。健康でいてください。